こんにちは、アジです。今日は動物戦隊獣王者のミニプラ第4弾、動物合体シリーズ04、コンドルワイルドを見ていきたいと思います。はい、今回のミニプラは夏の映画に登場するコンドルワイルドとなっております。ラインナップはね、このようになっていて、1番がキューブコンドル A、 2番がキューブコンドル B、 3番キューブタイガー、4番キューブエレファント、5番キューブクマ、6番キューブコウモリとなっております。で、パッケージはですね、基本的にみんな一緒なんですけども、ちょっと気になったのはね、この5番のキューブクマだけこのコンドルワイルドっていうね、字が緑色になっています。これはね、多分大した意味はないと思うんですけども、僕の予想としては、背景の色がね、みんなそれぞれ、紫であったりとか白であったりとかね、緑なんですけども、クマさん茶色じゃないですか。だからきっとこの字の色だと潰し合っちゃってね、こう分かんなくなっちゃうから緑色にしたのかなとか、そんな予感がしております。多分大した意味はないんじゃないかな。で、パッケージの裏を見ていくとこのような感じになっていて、1番2番をくっつけるとキューブコンドルになりますよと、で3番キューブタイガー、4番キューブエレファント で全部1234合体するとコンドルワイルドになりますと。で、あとキリンとね、モグラ以前発売されたものを使用して、ね、今回のクマさんコウモリ合わせていくと完璧なね、ワイルド搭載キングができますという、そういった感じなことが書いてありますね。これでね、ついにちゃんとした形になるっていうことですね。はい、あと横の面はラインナップが書いてあって、さっき言った通りですね、1番キューブコンドル A の2番キューブコンドル B、 一応パーツとしてはこういうものが入ってますよと。で、3番4番再販ですね、キューブタイガー、キューブエレファントの、5番キューブクマで、クマさんはこのね、長いビッグキングソードと、あとなんかこういったパーツがついていると。で、6番キューブコウモリってこんな感じですかね。反対側は特にないですね。はい、それではですね、開封して作っていたものをここに並べていきたいと思います。はい、出しました。それでは順番に見ていきましょう。まずはね、1番キューブコンドル A でございます。キューブコンドルはね、キューブゴリラのリデコなので、基本的に構造は全く一緒です。胸の部分が大幅に変わってくるので、ここだけ新しくね、新規のパーツになるっていうところでしょうか。で、ランナーもそのまま流用しているので、余剰のパーツとしてこういったゴリラの枠とかがね、余るんですけども、これはもう今回は全く使わないので、捨てちゃうのもちょっともったいないんですけども、いらないっていうものですね。今回これはシール全くなしでございます。以前はゴリラのね、目を貼らなきゃいけなかったんですけども、今回はね、ここの部分目も何もないので、ノーシールって感じですね。そして2番がこちらです。キューブコンドル B なんですけども、こういった形なね、手の部分と、あとね、このお顔の部分ですね、コンドルのお顔の部分、そしてコンドルワイルドのお顔の部分とか、こういった感じな造形になっております。ここの部分がね、はめ込み式になっていて、すごい綺麗ですね。あとね、このお顔がね、僕すごい好きで、タイムボカンとかに出てくる敵のキャラクターとかね、こんな感じなね、目とかしてましたよね。すごいいい感じです。一応シールのね、シートはこのような感じになっていて、手のね、ここの部分であったりとか、こう開いたというかね、ここですかね、こんな感じな部分がシールになっております。次が3番と4番なんですけども、再販なので特に以前と変わりないので、これは省略していきたいと思います。そして次はクマさんですね。クマさんが、こちらなんですけども、はい、組み上がった状態はこのような感じで、でもうこれはもうそのままね、開いた状態とかも見せた方が早いですね。こんな感じで、ここの部分とかがね、はめ込み式でシールじゃないっていうところがすごい嬉しいですね。で、ここの部分こうやって出して持たしたりとかね、そういうこともできるようになっております。はい、この辺のね、武装系はもう構造がすごい簡単なので、このままね、説明していっちゃいますね。で、あとシールがこんな感じで、顔の部分ですね、ここの部分と、あとこのハテナのここか、よいしょ、ここの部分ですね、ここがシール貼りになっております。あとですね、ビッグキングソードの、この部分と、あとね、このね、このちっちゃこいパーツ、これはね、その補強パーツみたいな感じでいいのかな。そのいろいろ持たせたりするときとかの、ゴリラの裏側に貼り付けるみたいなね、そんな感じなパーツになっております。これ後でね、貼り付けるところとかお見せします。そして最後、キューブコウモリです。こちらもね、デラックス版ともう全く一緒な作りになっていて、こうやって開いていくと
小森さんになります。でね、この M 字みたいな形にもしっかりありますね。この人のね、いいところはやっぱりね、ここの部分ですかね、はめ込み式で、あのしっかりとね、黄色い色とか、あとね、黒もね、ここはめ込み式になっていて、本当にね、シールが少なくね、作られているっていうのはいいですね。で、ちなみにシールは、よいしょ、こんな感じになっていて、お顔のこの部分と、あとね、頭のここの黒ですね、これがシールで、あと畳んだ時のこのびっくりマークですかね、ここの部分がシールになっております。それではね、あのゴリラじゃないや、あのキューブコンドルね、これ組み立てていきます。はい、キューブコンドル A と B を合体させて0番のキューブを作りました。いかがでしょうか。まあ、ゴリラのね、リデコなので基本的に構造は一緒です。ここの部分のね、その顔がなくなって、こういったね、鳥みたいなマークになったっていう、それだけですね。で、アニマルモードにはあのデラックスと同じような感じで変形していきます。はい、こうやって手を出していって、でそしてここの部分広げて羽みたいな形にすると。でデラックス版はここにね、こうぶっ刺すんですけども、ミニプラ版はね、刺すわけじゃなくて、ここにくっつけていくような感じですね。はい、頭の部分をくっつけて、よいしょ。でお尻の部分ですね、これをお尻にくっつけて、はい、これで、コンドルのね、完成ですね。いかがでしょうか。すごいいいですね。綺麗にまとまっています。やっぱここら辺はね、はめ込んでるからね、いいね、かっこいいです。ピューンと。次は450のキューブを使ってコンドルワイルドを作っていきたいと思います。まずは4番の上に5番を重ねます。そして0番を重ねて、よっと、もうね、本当にデラックス版と全く一緒ですよね。で表に返して手を出すと、よっと。で、デラックス版はね、ここをこうスライドさせて手を伸ばすんですけども、ミニプラ版はあのね、ここの部分を外して伸ばした部分でまた刺すと、こんな感じで手を伸ばします。おー、よいしょ、伸ばしますと。はい、これで手が伸びました。でここの部分ね、羽みたいな部分を開いて、最後にコンドルのね、尾っぽの部分の裏側に顔があるので、これをぶっ刺して完成でございます。コンドルワイルドでございます。あのこのね、コンドルの頭の部分が余剰になるんですけども、あのミニプラのオリジナルギミックがありまして、ここの部分をこうやって出すことによって武器みたいなね、感じに持たすことができます。ただですね、この武器かっこいいのかどうかって言われると結構微妙で、これどういう攻撃ができるんでしょうかね。こっから何かビームみたいなものが出るのか、なんかね、この辺からこう口が開いて何かが起きるのか、ちょっと何とも言えないんですけども、まあね、こういったこともできますと。ドリフ世代のおじさんとしてはね、ここら辺にね、こうくっつけてひらひらをね、スカートみたいなの履かして志村けんみたいなね、こととかやってみたいなとか、そんな気になっちゃうような、まあ、あの余剰パーツみたいな話でございます。はい、ちょっとね、話が脱線しましたね。次はクマとコウモリを使ってあのね、完全体のワイルド搭載キングをね、あの作っていきたいと思います。はい、今まで販売されたミニプラで作れた搭載獣王キングはここまでだったんですけども、今回ね、コウモリとクマをゲットしたので、これで完全体が作れます。まず開いていって、こうですね。でこれをこっち側の太ももにつけるんですけども、よいしょ、手を上げていって、ここですね、ここの突起にぶっ刺しますと。よいしょ、ここにね、穴が開いてるんで、ここにキュッと、よっと、はい、くっつきました。このような感じになります。で手をモード C の反対側ですね、反対側のあ、ここじゃない、ここだ、よいしょ、この部分ですね、ここにクマさんをくっつけます。クマさん開いて、よいしょ、こうですね。もうね、だいぶね、重いんで、ちょっとね、油断するとね、外れたりとか倒れたりとかね、いろいろ起きるので怖いです。はい、これでクマさんくっつきました。で手にはね、このまあビッグキングソードね、これは何についてたんだっけ、キリンについてたんだっけな、このまああのね、キングソードと、あとこっち側の余っていたね、頭部のパーツ、よいしょ、これをまあ持たせてたんですけども、これを取りましてですね、クマさんについていたでかいね、これです。これを準備します。でね、
このね頭の部分をねここにねくっつけるんですけども、これ外すんですね。まずはこのパーツの部分を外します。そしてこれね顔の部分がここの部分にこう隠れるようにこんな感じで刺していきます。よいしょ、カチッっていうまでねこうバチッと刺します。はい、こんな感じになります。でさっきのパーツを元の場所に戻してくっつけます。よっと。でこれをくっつけることによってさらにね、中の突起がこっち側に引っかかってこれが外れなくなるという感じの構造になっております。で今度ね手にくっつけていくんですけども、よいしょ、ここですね。はい、ここに穴が開いていてここに突起があるのでこれをここにくっつけて、よいしょ、よっと。はい、これで完成でございます。いやー、できたできた。ワイルド搭載キング完全体ですね。もうねちょっと変な格好するとこう傾いてっちゃうんで、これはね本当にもう巣立ちのみですね。変にねポーズをつけようとかするともうどんどんいろんなところにね負荷がかかってきて外れてったりとか、ねこう壊れるって言ったらあれなんですけども、うまくバランス取れなくなっちゃうんで、もう危ない危ない。本当にもうこの立ちポーズだけで楽しむのがまあいいんじゃないかなっていう気がしております。はい、じゃあぐるっと一周ね見てみましょうか。いかがでしょうか。このでっかいね剣がつくとねやっぱすごいいいですね。うん、後ろから見ると何がなんだかよくわかんないですねこれも。はい、この手に返していきましょう。よしと。じゃあ次ね、クマさんの余剰パーツのねこのちっちゃこいやつ、こいつをねつけていく作業やっていきましょう。はい、これがキューブクマに入っていたパーツなんですけども、これはねワイルドジュオキングのここに使います。ちょっと見づらいかもしれないんですけども、ここにね肉抜き穴みたいなものがあってそこに差し込みます。よいしょと。はい、で差し込むことによってですね、ここがちょっと補強されるような感じなんでしょうかね。クマアックスを持たせたりした時に、よいしょ、ここの部分がね変な方向に曲がっていかないでうまくカチッと止まるみたいな、そんな感じな補強パーツなように感じます。特にね説明書には何のためにくっつけるとかそういうのは書いてないんですよね。だからまあなんとなくそういう意味合いなのかなみたいな、気持ちでおります。でこれがあることによって今度ねその例えばゴリラに戻す時にこれ邪魔じゃんってなると思うんですけども、そこら辺もちゃんと考えられていて、ゴリラになる時はここですね、また同じ場所なんですけどもここにねこう刺して、よいしょ、はい、この状態に、まあ、しておけばキューブにした時もなくすことなくね、はい、ちゃんとキューブモードにもなりますよっていう感じですね。ゴリラにした時も同じようにねここに刺した状態でやっていけばいろいろまあなくさないで済むんじゃないかなみたいな、そんな感じになっております。うん、だからまあこういったところでね補強のことまで考えてパーツがあって、さらにねちゃんと余らないように作られているっていうか、こういうところにねちゃんと収納できるっていうのはすごいよく考えられてるなと思いました。はい、ミニプラ動物合体シリーズ04コンドルワイルドを見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。イデコ商品ではあるんですけども雰囲気がねガラッと変わるのですごい作っていて楽しかったですね。紫色のボディとか大好きです。あとクマさんとコウモリが販売されたことによってワイルド搭載キングがね完全体になったっていうのもすごい嬉しかったですね。でミニプラはですね来月も発売されて獣王キング&獣王ワイルドのクリアバージョンが来るということなので、すごいまたこれ楽しみですね。ね発売されましたらまた動画の方作りますので、もし興味のある方ね遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。